今田美桜主演、花咲舞が黙ってない、ズン・イーヨ&カナメ・ジュンがレギュラー第1話に、栗山千明がゲスト出演。女優の今田美桜が主演する連続ドラマ、花咲舞が黙ってない、日本テレビ系、4月13日スタートに、飯尾和樹、ズンと、カナメ・ジュンが、レギュラーメンバーとして出演することが決定。また、第1話のゲストとして、栗山千明、三宅宏嗣、山田真帆が登場することも発表された。銀行を舞台に、不正を見て見ぬふりできない、花咲舞が、弱い立場の人たちに立ち上がる姿を描く作品で、2014年と15年に女優の杏樹主演で放送された連ドラ、花咲舞が黙ってないの新シリーズ。前作のドラマ放送後に出版された同名の新作小説、花咲舞が黙ってない、池井戸潤さんが原作で24年版として新たなキャストで制作される。舞、今田と相馬健、山本浩二が所属する、輪天パンに仕事の依頼を持ってくる、支店統括部次長の柴崎太一を飯尾が演じる。前作では、塚地武政、ドランクドラゴンが演じた役を担う飯尾は、みんなでアイデアを出し合って、いいね、こうしていこうと決めていく、すごく明るい現場ですと語った。舞と相馬に立ちはだかる壁となる、小仙郷、玲子、菊池凛子に、不祥事を隠蔽する、匿名任務を与える、経営企画部部長、木本平八役に、金目潤が決定した。銀行の利益のためなら、どんな手段も厭わないという心情を持つ、希望について、要は、暗い部屋で、ボソボソと指示を出しているような人で、決して、いい人ではない。できれば最後は、思いっきり舞に叱られたいですね、かっこ笑いと語り笑いを誘った。第1話のゲストで登場する栗山は、舞の支店勤務時代の元同僚、根津京花役に扮する。支店長の言いなりで、後輩に厳しく、支店内の全女性行員から恐れられている京花。栗山は、今回の出演に、撮影が始まったばかりのはずなのに、もう随分長く撮影しているかのような、和やかな空気の現場でした。皆さん息の合う、お芝居をされていて、私もその中に飛び込んで、楽しく演じさせていただきましたと喜んでいる。そして、三宅は、ベテラン行員、畑中康晴、山田は取引先の経理担当、大沢歩美役を担う。同時にポスタービジュアルも発表された。名刺や入構証にスマホ、マイボトルなど、私物を、カバンから撒き散らしながら、柵を飛び越える花咲舞が映し出されている。